こんにちは、トレジャーガーデンの中村雄一でございます。今織谷氏はね、撮ってくれてますけども、はい、今日は歌とかね、おしゃべりではなく手巻き寿司を作って食べようということで、これから手巻き寿司の具材を作ってですね、食べていこうという動画になりますので、よかったら皆さん最後までご覧ください。高評価、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。ということで、じゃあ早速作っていきますので、はい、はい、お願いします。はい、行きましょう。はい、最初シャリ作っていきます。はい、今日はね、お米3合、うん、準備しておりますので、うん、もう水に浸しております。うん、で、これね、いろんな作り方あると思うんですけど、私はですね、このシャリの時にはお酒をちょっと垂らして、で若干白だしを入れてですね、白だし、うんうん、お酒と白だしを少しずつ入れて炊いていきます。はいはい、シャッキリしたお米にしたいので、ここシャッキリモードにして、うん、炊飯スタート。45分でできます。はい、はい、じゃあ早速あとは具材を作っていきたいんですけども、はい、はい、次にですね、はい、今旬のっていうとこだったけど旬のアサリですね。アサリさんを味噌汁にしていきたいと思います。はい、これは塩抜きしているアサリを一応買ってきたんですけども、はい、お水にお塩を 3% のお塩を入れて、うんうん、こうやって、置いておくとですね、さらに塩抜きができるという風な段取りとなっております。はい、これを1回こうやってね、はいはい、水を切って、もう1回だけちょっと、これやらない人もいるんだけど、ちょっと塩上からぶっかけて、うん、こういう風に揉んでですね、うん、おっと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 貝が飛び出した。あ、また飛び出したこういう感じで洗っていきます。はい、そしてね、アサリはアサリの味噌汁を作るんですが、うんうん、アサリのお味噌汁の場合はね、最初お水から煮出していきます。こうやってお水を入れて、うん、アサリを入れて、そしてお出汁もね、最初から入れるんですよ、アサリのお味噌汁の場合は。へえ、うん、本当は昆布かつおで取ればいいんですけど、うん、めんどくさいのでお出汁を入れて、うんうん、はい、お出汁を入れて、そしてアサリのね、お味噌汁の時は、はい、私はお酒も入れます。へえ、お酒を入れるとね、アサリの身がプリプリするんですよ。あ、なるほど、うん、なので少しお酒を入れて、うん、あとはちょっとだけお砂糖入れます。砂糖ちょっとだけね、味噌汁に。そう、お味噌汁にね、砂糖私は入れる派なんですけども、はい、甘いっていうか、なんか出汁感っていうか、うん、なんかこうお味噌感がね、アップしてすごく美味しいんですよ。へえ。なので私はどの味噌汁作る時も、うん、お砂糖を少し入れるようにして私は作っています。うんうんうん、ほら、合わねえな、蓋違うやつだ段取りね仕事は段取り。そう段取りチキン。あれ、蓋あったんだけど蓋がなくなった。あ、あった、あっちに。で、火はね、強火にしません。うん、中火から弱火にかけてですね、うん、ゆっくり、火を入れていきます。はい、はい、そして次に作るのは、はい、卵焼きですね。おお、もうどんどんやっていきますよ。はい、卵ですね、うん、取り出して、今日は動画なのでね、うん、ちゃんと作りたいと思います、うん、はい、卵を割って、よっしゃ。あ、一回ね、器にこう乗ってね、そう殻が入んないように、そうこうやって丁寧に作っていきます、ね、今日卵4個でやろうかな。はい、う
卵割るの下手なんだよね。はい、卵が入りました。で、お寿司のね卵なので、うん、だし汁を入れます。だし汁は私はめんどくさいんで白だしでいっちゃいますね。白だし、はい、じゃん。白だしはね、だいたい3、4個だから、うん、70cc くらいでいいかな。うん、これ適当。はい、白だしを入れて砂糖、ね、私は甘いのが好きなのでね、寿司の卵だから甘いので甘くした方がいいと思うので結構入れますね。結構入れるね。入れちゃ、入れすぎかな。そしてこうやって卵を溶いていきます。はい、念願のお料理動画ですね。そうだね、なんか初めてだねお料理動画。調理師免許持ってますもんね、中村。そうそうそう、調理師免許持ってます。看護師免許と調理師免許持ってます。すごい。はい、じゃあ卵、はい、あとは焼いていきますね。はい、油を敷きます。俺ね、卵を焼き作るのそんな上手じゃないんだよな。卵を焼いていきます。はい、はい、こうやってね、やっぱ世の中のお母さん卵焼き上手だよね、多分ね。そりゃね、お弁当とかでね、うん、毎朝作ってる方もね。え、自分は下手なんです。だけど作る。ね、食いたいから作る。こんな感じでね、寄せていきます。はい、そして寄せたら、うん、なんか落ちた、気にしない。でこうやって、うん、油をね、そう、油をちょっと引いて寄せて、はい、揚げる。あ、違うわ。寒いな。こうやってね、敷いて、で、こう中に入れて、下にね、そう、敷いていきます。はい、はい、味噌汁がこぼれてます。はい、はい、はい、来ましたね。そしたら、シュッと巻いていきます。これを繰り返していくわけですね。なるほど。なんか我々のね、交流のある日系人の方々は、うん、卵焼きとか好きなのかな。ブラジルの皆さん、どうでしょうね。ね、卵焼き食べるのかな。ね、ブラジルって卵焼きって見なかったけどね。うん、食べるのかね。オムレツとかそっちの方になるのか。あー、そっちなるのかな。なんか巻くコツとかありますか。うん、適当。はい、適当。ねえ、ちょっとここ油少し吸わせて、うん、して塗ってからの豆乳。うん、なんかね、自分の友達、和食の職人がいるんですけど、うんうんうん、卵豆腐をね入れて砕いて卵豆腐混ぜてね、卵焼きやっても美味しいよとかっていう人がいて。なるほど。で、自分もやったことあるんですけど、本当美味しかった、うん、あの市販の卵豆腐を、うん、そうそう、崩して、うん、混ぜちゃう。そう、でね、プルプルなるの、卵焼きが。あ、混ざる。うん、混ざる。へー、なんかでもこう、卵焼き作った状態では、うん、やっぱりなんつうの、少しやね、少し卵豆腐が残ってる感じなんだけど、うん、焼くとね、卵何溶けるのかな。うん、塊じゃなくなるんですね。うん、そうそうそう。あ、火をと、これがどうなるのか心配になってきたよ。はい、でどん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 できてきておりますけども、はい、なんかこの気泡をね、なんかこう潰せとかっていう人もいるんだけどね、うん、どうなのかな。ねえ、なんかこう料理動画って緊張する、ほんと。
ね、よくなんかテレビの人たちやってるよね。いいんじゃないですか、みんな料理のやり方なんてそれぞれなんだ。ねえ、昔さ、あ、これ年バレるかな、テレビとかで育英いぶりのお料理バンバンとかね、見てた見てた、なんかいぶりさんとかめちゃめちゃ面白かったけどね、見てましたとかつってやってましたよね、夕方ね。そうそう、夕方だったよね、フジテレビさんでね。そうそう、やってたやってた、見てたわ。育英いぶりのお料理バンバン、やってたやってた、昭和。水溶き片栗粉クイーンとかね。あ、ちょっと焼けちゃった。うん、ねえ、あ、お、お、事故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 、ほんちゃん、なんかお料理バンバンみたいだね。だいぶボリュームのある卵焼きがある。うん、卵何個でしたっけ。4個。うん、ウンドストレスクワトロですね、うん、そう、いきなり出たポルトガル語、知ってるポルトガル語だけを並べてみるというね。あー、なんか、いや、あ、あま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 あな、まあな、腹に入れば皆同じ。すごいと思いなっておりますけどもね。えまあ巻いちゃうんだよね結局ね。まあ結局巻くからな。そうそう、いいんだいいんだ、巻くからな、うん、でもほらやっぱボリュームあるようななんかさ、うん、ね、そういう卵焼きになったね。はい、よし、はい、でここにドンとくるわけですね。はい、はい、卵焼きが完成いたしました。そして先ほど私が作っておいたかんぴょう、かんぴょう、はい、私ちょっとかんぴょう作ってる様子の動画事前に撮っておいたので、それもね、はつしさんに後でやってみてもらえればね、はい、だと思います。はい、今かんぴょうを煮ているところです。本来はね、一晩お水につけたものをこうやって料理していくんですけども、これは今日買ってきたばっかりなのでね、1時間くらい砂糖水につけて戻してですね、でその後、お塩でもみ洗いをしてまた洗って、お鍋にかけてます。お鍋の中にはね、お湯と、お醤油とザラメを入れてですね、今煮ています。美味しくなってくれればいいんだけどね。ちょっと戻し時間が足りなかったから、うまくできるかわかんないんですけども、やってます。美味しくなれ。で、アサリもね、ほら見てください。こうやってだいぶ開いてきたので、だいぶ煮れてきたっていう証拠ですかね、これ、はいはい、ね。そしたらですね、このアサリ、あと味噌入れて終わりじゃないんですよ、うん、アサリの貝ってあんまり煮すぎるとね、縮んで、うんうん、美味しくなくなるんです。へえ。なのでね、一回貝を、うん、出しちゃって、うん、このアサリのプースプースそう、プース、ちょっと火火止めておいたのはね、ちょっと理由があって、うん、お味噌ね、今から溶いて入れるんですけども、うん、お味噌をね、まあ皆さん分かると思うけど、味噌入れてあんまり加熱しちゃいけないんですね。あ、うん、なのである程度冷まして。どんぐらい入れますか。こんくらいかな、ちょっと少しずつ入れます。味見ながらね、うん、ちょっとこう溶かしていきますけども、うん、さあ、こんなアサリのいいお出汁も出て、カツオ出汁とアサリのいいお出汁が出てね、さぞかし美味しいことになってるのではないかと、いうふうに思う今日このものなんですけども、さあ、それではちょっと味を見てみましょうね。うめっ超うめっ、できた、ちょうどいい、うん、あ、もう一発で決まります。はい、一発でいいです。あ、いいですね。あんまり味噌はね、多く入れません私。はい、ね、で、こうやってあと入れておいて、うん、アサリさんもこの別にいらっしゃっていただいてね、うん、うん、それで食べる直前になったらまたこれ温めてアサリを入れてお椀に入れて食べると、はあ、はい、ということでございます。はい、はい、で具材の準備進んでおります、はい、きゅうりをねスティック状に切って、はい、今少しのね塩をかけて、ね、うん、はい、それできゅうりに汗をかいてもらうと、
という感じですね。という感じでいいのかな。はい、はい、じゃんじゃんと出来上がったものは置いていきたいと思います、はい、あとかえわれ大根ですね、かえわれ大根も軽く水洗いをしてかな、こんな感じで。よいしょね、いくぞ、うっ、ザクッとそのままいっちゃいますね、はい、そしたらかえわれ大根さんもお皿に持っていきます、はい、ら、はい、ということでね、いろんな具材をね今、うん、あのパックから出して切ったりなんだかかんだりして、いろいろ並べてますけどもね、はい、はい、じゃあ最後の今日のね作る具材ですね、うん、じゃん、牛プルコギ。プルコギうまいよね。プルコギおいしいね。プルコギをお寿司にね巻いて食べてしまおうという、そう、そういう考えでございますね。やっぱ手巻き肉欲しいなって。ああ、俺あんまり挟んなかったんだけど。あ、ほんと。うん、肉に合いますよ、でも確かに合いそうだね、うん、なんかあれじゃない、なんかさ、ご飯乗せてお肉乗せて、うん、マヨネーズとか乗せて一緒に食べたら、あー、合うね。太るー太ってるー。はい、すいませんでした。はい、ということでプルコギを、はい、あの焼くんですけども、はい、ごま油を敷きました、はい、うん、サラダ油でもいいんだけど、ごま油がの方がね香りがいいんじゃないかなと思って、もう一気にいっちゃうからね。タッ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 、はい、お肉が焼けていきます。本当は味見たりしてね、プルコギで食べるんだったらなんか味足したりとかもあれなんだけど、うん、お寿司だからそのままでいいよね、うんうん、私鍋振りできないんですよ振りましょうかねえ。ちょっとアセスさんにこううまく鍋振りしてもらえますか。はい、講師交代、オリアチです。オリアチです、そうね、あー、やっぱこれ塩だね、上手上手、どうや全然触れるよねえ、アチ適用だもんね。大変料理も実は割とできるっていう、うん、そう、まあ、もうちょっとかな、もうちょっと、うん、焦げ目欲しいからちょっと焦がしたいね、これ。ああ、はい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 、わかりました。はい、焼き上がりました。はい、ってことでお寿司の具が出来上がりました。はい、ね、あとは今ご飯が炊き上がったのでね、はい、寿司さん、寿司酢を作って、ご飯に、巻いていきたいと思います。はい、それではですね、ご飯が炊き上がりましたので合わせるあの寿司酢を作っていきたいと思います。あの本当はお砂糖でいいんですけど、うちザラメが余ってるんでザラメ使っちゃおうかなと思って。ザラメ、うん、でこれをね酢を入れて、これはもう目分量ですか。あ、適当で、お塩少し振って、あ、塩もね、少しね、少しだけ塩振って、で、白だし、本当に白だしくんはね一人いると何でもやってくれちゃうので、で、ザラメがね溶けきってないので電子レンジにかけます。おう、それでは先ほどのねザラメとお塩とお酢を入れた寿司酢が、今電子レンジに1分40秒くらいかな、入れたものできました。はい、でご飯の方もわあ、うまそう、はい、ふっくらふきあ、あの炊き上がっております。はい、やっぱりお酒とね、うん、少し白だし入れたからね香りがすごくいいんだよ。そうだね、炊く時にそういえば入れてた、うん、ねえ、すごいこう香りがいい感じで、はい、きてます。で、寿司酢はとっとと混ぜていきます。これは熱いうちにね混ぜていきます。液体が入ったのでね、下の方に液体が行きやすいんじゃないかなと思うので、こう下から掘り返すように、うんうん、
混ぜていきます。そして混ざったかもしれないから味を見ます。マジうまい。そしたらね、このご飯をねボウルに冷やして、入れて冷やしていきます、うん、はい、ご飯をこうやってね今すし酢と合わせて、うん、そしてこうやってね切るように、ほんとうちわでふーとかね、うん、やって冷やしていくんだけど、でちょっとほらザラメ入れたからね若干ちょっと色がついてる。ああなるほどね、うん、こういうなんかやっぱりお寿司のシャレも、うん、お店によってはあるみたいだよ。うん、はい、こんな感じです。出来上がりました。はい、はい、いただきまーす。いただきまーす。マヨネーズですか。はいはい、岡本マヨネーズ。はい、すいませんでした。最後までご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録もお願いします。こっちも見てね。